こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、キューキャンを作っている動画になります。作っている工程は再生リストで全て見ることができます。よければぜひチャンネル登録して最初からご覧ください。今回は棚を作っていく作業をやっていきます。よろしくお願いします。棚を作っていく工程の動画は前半と後半に分かれています。前半の動画では今画面に表示されている状態まで作っていきます。そして後半では今画面に映っている完成の状態までの内容となっております。ちなみになんですが、現在の棚の様子はこんな感じになっています。電子レンジを設置したり収納スペースも増えてます。この画像の状態の棚の DIY の様子はまたいずれ動画をアップしますので、その時にぜひご覧ください。ということで今回の動画は今画像に映っている状態まで作っていく内容となっています。よろしくお願いします。まずは車両の寸法を測って棚の両サイドの板を作っていく作業をやっていきます。棚を設置する場所は車両が曲面になっていて、板を曲線に切らないといけないです。そこで曲線部分の型取りをするために今画像に表示されているようなものを作りました。鉛筆を2本固定させるだけの簡単なものになっています。鉛筆は90度で固定しています。マスキングテープで留めてあるだけになります。固定しているものはダイソーで買った水平器になりますが、鉛筆が2本とも動かなければ何でも良いかと思います。ある程度の大きさにカットした段ボールに転写していきます。型を取りたい場所に先ほど作った2本の鉛筆のうちの1本を当てていき、もう1箇所の鉛筆で段ボールに印をつけていくということになります。このやり方で大まかではありますが、割と綺麗に型取りをすることができます。曲線部分を段ボールに転写して段ボールをカットしました。段ボールを板に合わせて板をカットしていきます。カットした板を実際に合わせてみたらこんな感じです。ここから少しずつ微調整をして綺麗にしていきます。何度か微調整をして、初めての割には綺麗にカットすることができました。同じような工程で棚の左側の板もカットして作りました。両方ともいい感じにカットすることができています。綺麗にカットできたのでサンドペーパーで仕上げていきます。次に両サイドの板をつなげていく作業になります。長さを測って板をカットしてきました。右奥の部分が曲線になっていてちょっと難しい作りになっています。この難しそうな部分の型取りはこちら、型取りゲージというものを使っていきます。これがとても面白いです。難しい形状を簡単に再現することができます。軽く合わせて押してあげると、その形をキープしてくれるので、板に転写することが簡単にできます。型取りゲージを使って板に簡単に転写することができました。ちなみに型取りゲージは Amazon で購入しました。送料込みで999円でした。Amazon で型取りゲージと検索するとたくさん出てきますので、よければ検索してみてください。型取りした板をカットしてきました。とても綺麗にはまってくれました。型取りゲージ本当に楽しくておすすめです。あとは左右の板とつなげていくだけです。先ほどの板を両サイドの板とつなげてみました。上下についている細い板は固定用としてとりあえずつけています。棚作成は両サイドの板がちょっと難しいと思いましたが、ここまで仕上げるとあとは簡単だと思います。
あとは自分でやりたいように収納したい場所に板をカットしてつけていくだけだと思います。真ん中の板を増やしてみました。こんな感じになってます。ここまでできたら、あとはもう自分の好きなようにやっていけばいいかと思います。僕は棚の右側に小さい収納を作りたいので、このような板を作ってます。左側は窓にする予定です。下の段にはポータブル電源を置く予定です。こんな感じで下の段には真ん中に仕切りをつけたり、右側は小さい収納を3つ作ったりしました。真ん中の左側は窓に合わせているのでカーテンをつけるつもりです。棚の上部のこの穴が開いている部分は車両のサービスホールに取り付ける部分となっています。今回この棚を作るときに気をつけていることの一つに、車両に穴を一切開けないということがあります。車両に開いている穴を使って棚を固定するということになります。よくよく見ると適当に作っている部分もありますが、なんとか形にすることができました。廃材も使っているので見た目はいまいちですが、個人的にはとても気に入ってます。こちらの左側のスペースにはポータブル電源を置く予定です。後ろから見たらこんな感じです。車両に当たる部分なのでほとんどが直線になってます。この難しそうな場所も型取りゲージを使っているのでとても簡単に作ることができてます。楽しく DIY できてとても満足してます。ということで棚作成の前半の動画はこれで以上になります。次の動画は棚作成の後半の動画になります。椅子を塗ったり、カーテンをつけたり、扉を作成してつけていったりしていきたいと思います。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。